勘弁してマジで。もうやだって4万負けは。本当お願いします。ヒストリカルも一着で、一着になったらもうこれ逆転勝ちプラス5万ぐらいになるから、もうお願いしますよ本当に。ヒストリカルさん、横山紀弘様お願いします。お願いします。助けてください。横山紀弘様、あの毎日王冠ぐらい走れば3着でしょ毎日王冠。こんな G3 のメンバーだったらいけるって。毎日王冠ぐらい走れば頼む。コツンやめて。ヒストリカル、まあ10番手ぐらいに、うん、出遅れた。また出遅れたのか。あいつ出遅れ癖あるんだよなヒストリカル。まあ、毎日王冠の時も出遅れたから別にいいんだけどさ、あとは展開次第だね。スローで出遅れてもスローペースだったら 1000m 通過が61秒以上だったらヒストリカルの展開が向くから。後方にいても直線 500m だからね、長いから。そして9番のクラリティスカイがちょっとかかり気味でしょうか。前に行きます。あとはピンクの帽子レッドレーブン続いて、おしまいから4投目5投目カムギーとね。スローペースを願い、スローの瞬発力勝負になってください。最高峰から18番のお願いします。各馬3コーナーをカーブして、はい、4コーナー中間依然としてマイネル2頭先頭2番手。スローペースになっててマイネルミラノお願いします。57秒7できました。え1000m は57秒7。え超ハイペース。えちょっと待って、前潰れるんじゃない。これさ、ハイペースの差し点天国、これヒストリカル来るぞ。これどう、ヒストリカルこれ来るでしょ。これうちこれ空いてたら突っ込んでくるぞ。これヒストリカル、はい、ヒストリカル頼む。ヒストリカル12番のダッシングブレーズ、ダッシングブレーズ、アストラエンブレム、うわー、ついに重賞初制覇。ヒストリカルだ、止まっちゃったの。この東京競馬場ではいろいろな思い出、もう確実にヒストリカルの展開じゃんこれ。毎つぶれるの。そして2着は10番のアストラエンブレムか、あるいは7番マイネルハニーか。その後に13番クラシティ、3番のバーディーイーグル、14番大成サミット、その後、あとは1番マイネルミラノ、勝ち時計が1分45秒9。ダッシングブレイズってさ、俺がさ、なんかさ、マイラーズカップとかで本命にしたやつじゃん、ダッシングブレイズって。外から10番のアストラエンブレム、ないわ。1008でこそこの馬の良さが生きたか。いやーこのまま16までだと思ってたからね俺。さあそして2着争いですが、10番のアストラエンブレムか、これがどうやら2番手優勢でしょうか。でなんでこうさ、俺が本命にした時来ないでさね、本命にしないと来るの。安田記念も里のアラジンもそうだったじゃん。去年のやね、安田記念本命したんだよ里のアラジン。そしたら4着になってさ、副賞も外れて、これ見限ったら来るんだよね。なんなんこれ、これダッシングブレイズ本命にしたら。いや俺が金がで4万だよ、金ないのに。いやないわこれ。あーもう4万なくなったよ。4万、馬連が10番12番、もう金ないって。10番12番はこちら 16.4 倍、そして馬単が12番から10番で 45.5 倍、三連複は7番10番12番、 68.9 倍、三連単は12番10番7番の順、472倍。東京11レースのエプソムカップは5番人気1番人気6番人気の順となります。いやもうないでしょ。メイン解説佐藤直文さんです。佐藤さん、12番のダッシングブレイズ、吉本アナウンサーの実況にもいろいろな思いがあったという浜中騎手、あの東京新聞杯で内の人を突こうとして落馬して、自身も何箇所か
骨折で長期離脱というのがあったりもあったありましたからね。いやもう無理でしょう、そういったお金ないもんだってけども、ね、まあ、よくここまで、立ち直ってきたなという感じがしますしね、はい、もう4万だよ、まあ、4万、うちをね結構、みんな開けて、回ってくれましたからね、あ、うまくこうあの馬群で折り合いもついたし、唯一こう不安視されていた距離というところも全く問題なかったなと、まあ、最後の最後坂を上がるときにはね、まあ、ちょっと苦しいのかなというところがあったんですけども、登り切ってからやはりぐんと伸びましたから、まあ、今はもうこのぐらいの距離の方がむしろね、自在に動けるというところを考えればいいのかなという感じはしますね。であったもん。そして2着争いがまだ写真判定、7番マイネルハニーか10番アストラエンブレムですが、まあマイネルハニーも阪神の今出ましたね、今2着10番アストラエンブレムで出ました。分かった、もうこれもこれも負けた、6万負けた、いや2万いくわ、この位置が低いラストというような感じがするんですけどもね、まあ、やはりこう自在に動けるところもあるんですけども、最後の最後で、まあ、ちょっと切れ負けしてしまうというところがあるんで、うん、まあこれはもうデモのジョッキーいろいろ考えながら、それからペースも呼びながら最善の騎乗をしての結果